今夜私の一冊をご紹介いただくのは大道特殊校会長島尾忠さん日本を代表する特殊講メーカーを発展させてきた島尾さんの人生を支えた珠玉の書籍とは私が紹介すする本は診療内科であります日本の心身医学の基礎を築いた池見裕次郎が多くの症例をもとに心と病気の関係を解説する一冊です。 なんでこの本を読んだかっていうのは私が度どうでしょう社会人になってから8年目ぐらいかな、えー、にその入院を伴うね病気だったもんだから3週間入院したんですけどなんでこの病気になったのかなと思って手に取った本がこれなんです。 あの病気は何だったかっていうとねでその先生に聞くとねいやどう見ても心因性ですって言うんですすうんよだからストレス性の十二指腸潰瘍ですと言われてえっ、ー、と思ってねストレスって何だとかどういうストレスを自分が受けてたのかなと,とかね、えー、そういうことを その原因を知りたいなと思って多分入院中にねもう私は入院だと先生に言われた時にはもう痛みも何も覚えなかったんですよあつまり「あもう休める」と <laughs> 仕事に行かなくていいなととりあえずでえあのその前忙しい毎日を半年ぐらい過ごしてたもんですからあこれで一応大義名分ができたなと思ってね ほっとした途端に痛みはもう覚えずだから1週間いろいろ検査であのやられましたけどそれが済んだ後はとにかくゆっくりしてればいいって言われるだけだからあの何かないかなと思って多分病院にあったのか何、えー、かだと思います。で手に取って読んでみてああと腑に落ちた。 共感したというかねあのつまり、えっと、人間というのはストレスがかかるだけで病気になるというねあのなんていうんだろうそれも体が痛む病気になっちゃうとまあ,あの心身症みたいな状況になる場合もあるし体のどっかがフィジカルに痛むっていう場合もあるわけですね。で痛んじゃったわけですよであの普通の潰瘍っていうのはビラン性っつってね あの表面がバッとこうやられる感じなんですけど私のはどうもねこう参考性っていうのかなこう急速にこう腸壁に向かって小さな穴がうがたれるようなそういうやつだったらしいんです実際には。だからあの先生はカメラ見て、えー、もうこのままじゃダメっていうんで即入院っていうふうに その場で言われましたけどつまり穴開いちゃうとあのまずいですよねやっぱり腹膜炎になっちゃいますからだから、えー、もうギリギリだったんだなという感じでしたけどね入院した時は。でな,んなぜ病院に行ったかというとその前に3か月前ぐらいから背中が痛かったんです。で私整形外科に行っって、えー、ちょっと背中が 局部的に痛いんだけど」って言って、えー、整形外科に店に行ったらいや何ともありませんと「えー、まあ脊髄過敏症ですね」ってこれ病気の名前じゃないと思うんだけどそうやって言われてあの流しちゃったんですけどまあその頃からやっぱり少しずつやらせてたんだなという感じはしましたけどね多分ストレスが自分の病気の原因だったんだなというのはある程度腹に落ちたもんだからなんで そんんなに強いいスストレスをね感じていたんだと何が本当はストレスの原因だったんだろうというのをその本を見てストレスから来たんだなということが分かってじゃあストレスは何だったんだというのでいろいろ考えたと。だから私はどっちかというとあ,のある意味そのビジネスマンとして生きていく上での大きなんていうんだろうなヒントをね 得ることができたというのが結論なんですけどねなぜなったかっていうのがねまずね自分で、えー、いろいろ考えてまあ早い話三週間寝てるだけだと思うんだから暇だから考えることしかないんですよね本読むか考えるかしかなくてね <music>、えー、実は私ちょうど入社して最初の職場から 次に変わった職場が私どもの北工場というね。主力工場の生産管理に変わったんです。で、ちょうど入社して7。6年目かな。7年目に入るときに変わったんですけど。で、そこで1年半経った頃に。えっ、ー、とですね。まあ、特殊鋼専業メーカーでは初めて紙、えー、上工程って言いますか？成功分解というね。1番大元のところの。 えー、生産プロセスの連続化をねやろうというんで、えー、CC というねこれはあの日本の特殊工明ミルでは専業ミルでは初めて入れたんですけどでそれを担当する役割に動いたのが、えー、昭和55年の11月ですから多分ね僕は10月にその担当になったと思うんです。 その紙工程をコントロールする生産指示を出す立場の人間になったんですよ。で何、えー、て言いますかね非常に難しいのは成功分解っていうのはですね24時間操業をやったてて現場は4直3交代で稼働してます常に24時間。で、えー 総勢ね多分その工程だと800人ぐらいいるんじゃないかな現場の人が。が4班に分かれて、えー、3交代で連続操業をやっていると、まあ、そういうあの非常に巨大なあの月間15万トンぐらいだから、ね、年産でいうと百数十万トンを出すラインなんですよ。で もともと成功というのはお釜一個一個で、まあ、我々チャージっていうふうに呼んでるんですけど妖怪,妖怪単位ですね溶かす単位で、えー、これがいくつかあの並んでましたね 80, 80トン炉っていうのがだーっと並んでまして、えー、そこで溶かしてきれいに精錬された状態で煮込んで昔はインゴットという塊にいこ煮込んで それで、しもこうてに回すというやり方をやってたんです。で、それを連続的に行こもうと。いう形へ切り替えたんですね。で。成功の現場っていうのは、基本的には。全部インゴットで鋳造しますから。まあ、どちらかというと、成り行きで出せるんですよ。お湯は成り行きで、出せばいいと。きちんと、その、め、その指示に。 指示を満足できるものに中身をきちんと精錬した上で出すという時間の概念は基本的にはまあ当然能率がありますからある程度の制約はあるわけですけれどもそんなに給付な時間のあの概念はないんですよねだからある意味成り行きで物を出せばいいというスタイルでずっと来てたんですでこれが連続鋳造で 引き込もうとなると、えー、早い話ある決まった時間へきちんと決まったものを供給し続けないとそのプロセスは成り立たないわけですよねで、そのやっぱり、えー、連続工程に切り替わるというのがまあ、生産プロセスとしては非常に革命的だったわけですで、やっぱり人の意識も変わらなきゃいけないし、えー、全てが ある決まった時間に向けて、全員が動く。すべてが動ける状態をずっと維持する。というようなことができないと、うまくいかないんですよね。本当は。で、やっぱり案の定ですね。最初の半年は、もうぐちゃぐちゃでした。ほら、これはしょうがないなと思うんですね。やっぱり。で。ただ。その。実際には。下工帝の。 製品圧が待ってるわけですからあのきちんと本当は生産指示我々私が作った生産指示通りに現場がそれを実現してくれてあのスムーズに流れてくれれば何のストレスも感じなかったはずなんですけどところがそれが毎回、えー、うまくいかない。でま、自分であの その時点その時点ではまあこの順番でこの内容のものをこういう組み合わせで生産をすれば下工程にきちんと回るというえ頭でねその生産内容のメニューをきちっと出すわけですよね。でその出したものが全て現実は裏切るという状態がずっとまあ半年近く続くわけですね。 あのまあ最初の12ヶ月というのはもう火事場みたいなもんですから何てことはないんですよね、えー。それまで経験したことがないような事件がもうあちこちで起こるわけですよ。まあ、それははにしょうがないと最初はそれから少し落ち着きだして23ヶ月たったぐらいから、えー、なかなか自分の。 描いた思うようにはならないということがまあ重なってきたということですね。で後で思ったのはこれ全部後で思っちゃうんですけどね <laughs> そのままでもっと思えばいいんだけどよくよく考えればやっぱり何百人という人間がね、えー、それにかあの携わっていてまあ基本的にはそういう人たちの意識もそれから仕事のやり方も。 大きく変わらない限りはまあその一発ぐらいはうまくいくかもしれないけれども毎日ね連続して同じことを繰り返してやれる状況っていうのはなかなか生まれないとだからなんていうんだろうそ,のそれをストレスに感じるんではなくて本当はこういう形でものを出しにいってほしいですよみたいなことをね いろんな関係者ともっっとと発信すればよかったなとで結局若気の至りに近いと思うんだけどもあの自分がほぼその短期的な理想だと思っているものが常に現実で裏切られるということをねその繰り返しが多分強いストレスになっていたんだなと。で本当は 結局はりなところがあって、えー、自分が自分がまあ私はどちらかというと責任感は人並み以上に強いと思うんだけどそれがまあ強い使命感になってその使命感を達成できないことに対してやっぱり非常にストレスになっちゃったなと。だけど 結局一人で仕事はやれるわけじゃないというのがね結論なんですけどあとあと考えてあのやっぱり自分が思っていることをもっと関係する人たちにその伝えながらねまああのやっていくことが非常に重要だったんだなということが後であで寝ながら考えたことですけどね <laughs> そういうことなんです。 自分が自分がと思っていたことがねだい大体仕事っていうのは一人でやれるはずがないものでただ自分の立場としてはその命令書という形生産指示書という形でしか現場とコミュニケーションできませんからでこれをきちんと作ってくれさえすれば 下工程がきちんと回ると。いうことが前提の中身になってるわけですね。だから。これが達成できないというのが非常なストレスだったんだろうなと。いう感じがしますね。今思えば。で、それを自分の責任だという風に思っちゃったのかもしれない。なんとなくね。そこが浅はかなんですよね。実に若気の至りっていうのは？<laughs> うん、特に大きく変わったのはやっぱそのあと営業に行ってからねあの営業に行ってそのやっぱり営業マンというのはか会社の看板しょって外に行きますからで特に私あの自動車メーカーさんと直にこうあの大した。 あの職場にいましたんでね。あの非常にあの神経使うし、競合他社との競争みたいなこともしょっちゅうありましたしね。だけど結局工場に動いてもらわないとダメなものもダメなんですよね。だからそういう意味でその工場に営業現場で何が起こってんだっていうことを。 常にこうレポートするとか知らせるとかね電話をするとか自分の問題集をやっぱり共有してもらうっていうのが一番あの仕事を進める上ではねやりやすいことだなというふうに思って動きましたねそれ以降は。だけどまあそういうことはもっと後でしか気がつかなかったですね。 うん、結局自分の経験から何か人に伝えたいようなことがあればそれが一番人には伝わりやすいじゃないですかだからそういうことをいろいろこうあの拾っていくとねああきれいにこう線が引けるというかねあこういうことかこういうことかっていうのが後で分かったと。でそういういことを考え出したのはやっぱり まあ社長になった後だろうなと思いますねなんとなくだから最近ですよね最近というかもう10年以上前ですけど、まあ、自分の失敗なんですからこれはだから失敗したことは繰り返してほしくないし他の人にはねだからそういう意味ではあのいい失敗をしたなと思いますけどねあの 考えすぎないようにななりましたねある意味なんでこんなことになっちゃうんだろうみたいなことはあのまあ早ま々自分をその隅に追いやるようなことをしない方がいいということですね。アイロンに自分をね追い込むようなことをしないでまあオープンサイドへどん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 こう。 広げていくっていうかそういうふうに変わったような気がしますその後はい,い,、まあ、いや人に言うとかねどっちかというとだから私お酒飲むようになったのが営業に行ったからなんですよ僕は営業に行った時もすごいストレスがありましたねやっぱり最初はあの なんて言うんてううだろう対人恐怖症的に一瞬になったことありますもん、えー、半年後ぐらいかな英雄に出て、えー、もう当時は結婚してましたし女房子供があが実家に自分の実家に帰ってたんですよ夏ね夏帰っててでえっとまあどっかに飲みに行ってまあ 自分の社宅に帰るの嫌だっつうんでえ親の家に行って寝たんですけど翌日土曜日でまだ土曜日出勤だったんですよ。ところがね私ねあの雨戸閉めて寝ちゃって起きたら3時か4時 <laughs> でどうも翌週行ったらねえー、っとね、えー、私の担当の女の子が。 探しし回ってたらしいんですよおかしい行方不明になってる家誰も出ないとか言ってね当時携帯なんか持ってませんから大騒ぎになってたらしいですでふっ結局あら睡眠不足だったんだなとみたいな感じでもうケロッとしましたけどね。というようなこともありました。 まあ自分で自分にプレッシャーかけるタイプなんですよねだからかかってましたねきっとね、うん、だから十何時間寝て治ったっていう感じですね <laughs> <laughs> それもどうも人を騒がせたらしいというのがね <laughs>、うん、あそれがなんとなく痛快で自分にとっては <laughs> 逆にね逆に人に迷惑かけちゃったことがあるんそうそう,そうあよかったよかったと思って。<laughs> まあどちらかというと小説みたいなものをよく読むんですけど今よく読んでいるのは警察小説なんですよ自分が勝って思ったことがあるとか感じたことがあるようなことと共通項をいろんなところでこう文章で読んでるとあ,あだいたい人の考えることは一緒だなとかね思うことはだいたいそんなに。 おかかしくはないなないいととううようなことがそういう群像小説みたいな中でいろんなことがあの例で出てきますけどまあそういう何て言うんだう自分との共感をその小説に求めるみたいなところが今はありますね。警察組織はねああじゃないとうまくいかないでしょうけどね。<laughs> ええまああれはどっちかというと教習ですよねえ昔のね昭和の教習を感じますね警察署ああいう組織の話まあ今はちょっと違いますよねやっぱりだいぶえっとね例えば新幹線に乗る直前とかね前 まあ特に飛行行機だとどううしても1時間ぐらいい前に行っちゃうじゃじないですかそうすると大体本屋に寄ってあの今一番売れてる本どれだろうとかねいうのは見ますねしょっちゅうねよく読んでる時と全く読まなくなる時とよく読む時はその例えば文庫本だったら月にまあ5から10冊ぐらいバーッと読んじゃうっていう。 時ありますね、えー、出張が多いと読むんですよ<ー>だからこのコロナでね、はい、ほとんど移動しなかったから逆に本読まなくなっちゃったねこの3年は今結構やっと移動できるようになったから、ね、読みたい本ちょっと探さないかな <laughs> <laughs> まあ 若い頃はやっぱり名作といわれているもの人に読み継がれている本がやっぱりいくつかありますよね。あのそういう本をもうむさぶり読むのが一番いいんじゃないかなという気はしますけどね。ただあのなんて言うんだろう気に入ったフェーズみたいなものが。 あの記憶できるといいなあと思ってるんですよね。あのもう私もこの頃も,もうだいぶ年取っちゃったからダメなんですけど、昔は結構あのあるフレーズを気に入ってあのノートにばっと書いちゃってで覚えるまでそれをじっと持ってましたけどね。まあそういうことを。 本当はやるとといいなとあの人の知恵っていうのはやっぱりあの深いですよねすごく。でやっぱり言葉になってるからこちらにも伝わってくるものだからだからそういう人の知恵を感じられるような言葉が紡がれてるようなものをやっぱりいくつか持っておくとすごく いいなと思いますけどね人に共感してもらえるし自分でも腹に押して納得できるしっていうようなものがあればだから私どっちかというと昔のことわざが好きなんですよことわざで好きなのがいくつかだーとありますけどね例えばどんなものですかやっぱり鉄は熱いうちに言うとやって <laughs> いやいや例えばね <laughs> あの 自分の考えてることをその再確認できるないしは自分が思っていることがえっ、ー、とある程度その正しいんじゃないかということを確認してくれるみたいな本を探しますよねやっぱりあの。私ずっと生産管理を 結構長くやりましたから。あの。どうやったらあれを科学できるかなと思ってたんですよね。それをちゃんとやっぱりやった人はいるんですよ。で、その本が出た時に、やっぱすぐ読みましたね。あ、こういう考え方かとと。まあ、これが正解に近いんだろうなと。あの、よくトヨタ生産システムとかあるじゃないですか。あの。 まあ,あれはんて言うんだろう経験科学的にまあ経験的に組み立てられた理屈だと思いますけどそれをまあ,ある意味もうちょっと別の視点できちんと整理し直した人がいてねああ頭いいなと思うんだけどだけどやっぱり自分がこうじゃないかなと思っていることが本当に正しいのかどうかの確認は やっぱりそういう本に巡り合えたらできますよねみたいなところがありますね。その人の考えることっていうのはあの何て言うんだろう科学を超えるとと,ところはちょっとあるありますよね。あの科学が後をかけてるようなところがあって例えば講師がねあのえ悪い自由語にして学に口を出しなんとかってずっとありますよね。えー あの言葉っていうのはその脳の進化と、ま、全く合ってるんですよねピッタシはい三十にして立つって言って四十にしてまとわすっ,ってでしょあれというのはね脳の進化そのものなんですよ脳科学の最新はだいたいそういう感じあの三十年周期に近い二十八年周期なんですけど最初のは単純記憶次が連想記憶なんですよ。 つまり、量から質へ変わるのが三十年後ぐらい。三十にして経つというのは、そこで初めて世に出るという意味なんですよね。そこまでは量的な、そのなんていうんだろう、脳の進化があって。その量で詰まったものが質に変わる。次の三十年。ここで連想記憶という能力がぐっと上がってくるんです。 曲何ていうかっていうと例えばある問題がパッと出たときにどうすればそれが解決できるかっていうのが頭に答えがパッとこう浮かんでくるみたいなもの。で結局経験と失敗を繰り返しながら次の30年っていうのはいらないものを全部写真をしてまあ真,実まあ真実に近いものが見れる目がね 脳の中に養われるという状態が。まあ、六十歳ぐらい。の時点ですよね。それから、あとは。もう、本当に一番いいところらしいですよ。私はちょうど一番いいところに、今いるんですよね。脳としては。で、何をやれば一番いいかというと。趣味とね。あ、なんて言ったかな。旅、旅に出ること。それが一番、この第三期の。脳に一番いいらしいです。 だ私は早く旅に出たいなと思って <laughs> 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 思うんだけどね、うん、次回は四季島製パン社長森田敦夫さんの私の一冊です